ギャリソンキャップを被る、英王立空軍のジョックスターラップ大将と、米空軍のウィリアム・フレイザー中将ギャリソンキャップは、帽子の一種である。ギャリソンとは、駐屯地の意。サイドキャップ、船型帽などとも呼ぶギャリソンキャップの起源には、諸説ある。一つは、スコットランドのグレンガリー帽から派生したものであると、する説。もう一つは、1800年頃からイギリスと、 フランス陸軍のユサールが略帽として被っていたボネドポリスと呼ばれるフェズボウ内しナイトキャップのような帽子から派生したとする説、そしてオーストリア・ハンガリー帝国の山岳両兵が被っていた帽子を簡略化させたとする説である。このいずれか、もしくは相互の要素を受け継ぐ形で19世紀末に英国陸軍にトリンキャップと呼ばれる帽子が導入された。これが 現在のギャリソンキャップの始まりである。正面から見るとに等辺三角形ないし山形、上下からは防水型に見える、独特の形をしている。折りたたんで、ベルトや検証などに挟めるため携帯しやすく、第一次世界大戦以降、軍隊等の制防の一つとして用いられている。この場合、用途により、野戦棒、戦闘棒などの故障も用いられる。 パイピングの色で階級や陛下を示す場合もある。ソ連軍の略帽、ピローとか正面と横向きギャリソンキャップはその使いやすさから全世界に広まり、それぞれの風土に合わせ、また現地の民族棒と結びつくなどして、多したような変化がなされた。イギリスでは、オーストリア・ハンガリー帝国の山岳棒のように、 耳当てとなる部分を正面のボタンで止めるスタイルへと変わった。いつ頃そうなったのかは不明だが、第二次棒は戦争中に、ヨーマン帝国義勇気兵連隊が、プリンス・オブ・ウェールズの羽をあしらったボタンをつけている姿が確認できる。これは、植民地のみならずオーストリア・ハンガリー帝国や、パンゲルマン主義に接近した中東欧諸国の間にも逆輸入され、 コカルデや羽飾りなど独自の装飾をあしらい幅広く採用された。中でも珍しいケースとしては、ハンガリー王国軍はギャリソンキャップを聖望として採用した。一方、ロシアでも第一次世界大戦前の1913年に航空兵向けに採用されたものを1941年にソ連が復活させた。ピローとかの名はパイロットに由来する。 耳当ての中央に赤い星をあしらったシンプルなデザインである。こちらは大祖国戦争の間に不評向けに導入され、戦後は東側諸国の間に広まったが、装飾を好んだ中東欧諸国とは対照的に共産主義的観点から大きな差はない。アメリカでは第一次世界大戦時のアメリカ外政軍にて、 オーバーシーズキャップとしてヨーロッパ製のギャリソンキャップが採用されたのが始まりとされる。1941年にはギャリソンキャップとして正式化され、官房型のサービスキャップに代わって、製防として支給されるようになった。その後、海軍、空軍、海兵隊の略防に採用された。そのため、アメリカ式装備の軍隊ではとりわけ空軍に、 ギャリソンキャップを採用している国が多い。日本では昭和初期に略棒として導入が検討されていたが最終的に戦闘棒が導入された。現在は航空自衛隊が略棒として採用している。色はジャケットと同じ濃紺で創始と幹部でパイピングの色が異なる。その他ボーイスカウト団員などが被ることもある。アメリカでは 退役軍人の性望として知られる。ありがとうございます。